ケンゾが踊る。ナンバーアンダーライン愛、INZM に込めた愛とリスペクトに涙が止まらない。多くの視聴者が、ハッシュタグ ILIS タグと共に彼の投稿に感謝のコメントを寄せ、その反響は SNS 上で瞬く間に広がりました。ケンゾさんがナンバーアンダーライン愛の楽曲、INZM に合わせて踊る動画は、多くのファンの心を動かしました。この動画は、 ケンゾさんのダンススキルが光るだけでなく、その背景には深い愛とリスペクトが感じられ、視聴者にとって感動的な瞬間となりました。特にこのダンスパフォーマンスがナンバーアンダーライン愛の記念日に合わせて公開されたことで、ファンの間では大きな話題となりました。ケンゾさんはダンスを通じて、ナンバーアンダーライン愛への敬意と愛を表現し、そのパフォーマンスからは彼自身が真のファンであることが伝わってきます。多くの視聴者が ハッシュタグ ILIS、タとともに彼の投稿に感謝のコメントを寄せ、その反響は SNS 上で瞬く間に広がりました。ファンからは、感動しました、涙が出ました、といったコメントが相次ぎ、彼のダンスがどれだけ多くの人々に愛と共感を届けたのかがうかがえます。ケンゾさんのダンスには、言葉を超えたメッセージが込められています。彼の動きはまるで音楽と一体化し、見る者に直接語りかけるようです。 ダンスという表現手段を使い、ケンゾさんは音楽の持つ力と自身の感情を最大限に引き出し、見るものと心を通わせているのです。多くのコメントには、ダンスに言葉はいらない愛とリスペクトが伝わりました、という声があり、ダンスという芸術が持つコミュニケーションの力が強調されています。このようにして、彼のパフォーマンスは、見る人々に感動と共感をもたらし、ダンスの持つ力を再確認させるものとなりました。 また、このダンスパフォーマンスが特に注目されたのは、単に技術的な高さだけでなく、その背景にある物語性にあります。ケンゾさんが選んだ楽曲、INZM は、ナンバーアンダーライン愛の中でも特にエネルギッシュで情熱的な一曲であり、彼のダンススタイルにぴったりの楽曲です。ナンバーアンダーライン愛の記念日という特別な日にこの楽曲を選んだことは、 ケンゾさんがナンバーアンダーライン愛への敬意を込めてこのパフォーマンスを捧げたことを意味しています。彼のダンスには、音楽をリスペクトし、心から楽しんでいる姿勢が現れています。その姿は、ダンスを愛する多くのファンにとって大きな共感を呼びました。ファンの反応もまた、このパフォーマンスの価値を高める要因の一つでした。ケンゾさん、最高です。感動しました、リスペクトを込めてありがとうございます。 といった声が次々と SNS 上に寄せられ、彼のダンスに対する称賛の言葉であふれました。中には、以前から賢三さんのファンであり続けてきた人々が、改めて彼の素晴らしさを感じたという声もありました。また、ダンス初心者や見守るだけのファンも、彼の情熱に触れ、ダンスの魅力に引き込まれたというコメントも見受けられました。彼のダンスは、見る者全員に開かれたものであり、 誰もがそこに愛とエネルギーを感じることができるものでした。ダンスは言葉を超えるコミュニケーションの手段とされていますが、ケンゾさんのパフォーマンスはそのことを証明するものでした。音楽と一体となった彼の動きは、まさに見る者の心を直接揺さぶり、感動の波を広げていきました。ダンスが持つこの力は、言語や文化の壁を越えて人々をつなげるものです。ケンゾさんが INZM で示したように、 ダンスには人々の心を一つにする力があり、その力は SNS を通じてさらに広がりを見せています。多くの視聴者が彼のパフォーマンスを通じて、ダンスを愛することの素晴らしさを再確認し、ケンゾさんへのリスペクトと感謝の気持ちを共有しました。さらに、ケンゾさんが SNS 上でファンに向けて送ったメッセージも、多くの人々の共感を得ました。彼が動画の投稿に込めた、 ダンスを愛する人にリスペクトを込めて、という言葉には、単に技術を見せるだけではなく、ダンスを通じて人々と心を通わせるという彼の姿勢が表れています。このメッセージは、多くの視聴者にとって特別な意味を持ちました。ダンスという共通の趣味を通じて、ケンゾさんはファンとつながり、互いのリスペクトを深めることができたのです。SNS のコメントにも、ケンゾさんの愛が伝わりました。感謝の気持ちでいっぱいです。 といった言葉が多く見られ、その温かいつながりが多くの人々を感動させました。このように、ケンゾさんのパフォーマンスはただのエンターテインメントではなく、彼自身とファンとの間に築かれた信頼と尊敬の象徴とも言えます。ファンにとって、彼のダンスは単なる視覚的な楽しみを超えて、心に響くものであり、共感や感動を引き起こす力を持っています。彼の動き一つ一つには、長年にわたる努力と情熱、 そしてダンスに対する深い愛情が込められているのですそれが多くの人々に感動を与えダンスの魅力を改めて伝えるきっかけとなりましたダンスが持つ力を再認識させたこのパフォーマンスは未来の可能性にもつながるものでしたファンの中にはいつかコラボレーションが見たいケンゾさんとナンバーアンダーライン愛の共演を楽しみにしていますといった期待の声もありました ケンゾさんが新たなプロジェクトに取り組む姿を想像し、その可能性に胸を膨らませるファンが多くいることがわかります。彼のダンスが持つインスピレーションは、未来のダンスシーンに新たな風を吹き込むかもしれません。そして、それを楽しみに待つファンの熱い声援が、ケンゾさんの次のステップを後押ししているのです。このように、ケンゾさんのダンスと INZM に込められた思いは、多くの人々に感動をもたらし、 sns を通じてて広がっていきましたそれはダンスが持つ純粋な力を証明するものであり、音楽と踊りの力がどれだけ人々の心を結びつけることができるのかを示しています。彼のパフォーマンスは、ダンスの魅力を再認識させるだけでなく、ファンとの絆を深める貴重な機会となりました。ダンスを愛する者同士のつながりが、賢蔵さんを通じてさらに強くなり、 ダンスの世界がより豊かで感動的なものになることを願わずにはいられません。賢三さんの情熱が込められたこのパフォーマンスは、ただのダンス以上のものです。それは、音楽、ダンス、そして人々の心をつなげる力を持った愛の表現そのものでした。彼の動きから伝わる熱意と優しさ、そしてファンへの感謝の気持ちは、見る者にとって忘れられない体験をもたらしました。 ダンスという形で表現された彼のメッセージは、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。そして、その思いが次の世代のダンサーやファンたちにも受け継がれ、ダンスの未来を明るく照らすことを期待しています。このように、賢三さんのパフォーマンスは、多くの人々にとって単なる、見るためのダンスではなく、心の奥に響く体験として受け止められました。彼が選んだ楽曲、INZM には、 リズムの力強さやメロディーの美しさが詰まっており、それを見事に体現したケンゾさんのダンスは、楽曲の持つエネルギーを最大限に引き出していました。見る人々にとって、彼の動きは楽曲の一部となり、音と体が一体となる瞬間を目撃したような感覚を味わうことができたのです。また、このパフォーマンスを通じて浮かび上がるテーマは、コミュニティとつながりです。ダンスは、 個人が自分を表現する手段であると同時に、見る者や共に踊る者のとの間に絆を生むものでもあります。ケンゾさんが INZM の楽曲に合わせて踊ることで示したのは、彼がナンバーアンダーライン愛の一員としての精神を共有し、同時にファンや他のダンサーたちとも一緒にその瞬間を分かち合おうとする姿勢でした。この姿勢が、彼のファンからの多くの感謝と称賛の声を呼び起こした理由の一つでもあります。 SNS 上で見られた、ダンスはダンスでリスペクト、愛とリスペクトが伝わりました、というコメントは、ただ賢三さんのパフォーマンスを称賛するだけではなく、彼が築こうとするコミュニティの価値観を支持するものです。彼のダンスには、ただのパフォーマンスを超えた、心の交流が込められており、それが見る人々にとって感動を与え続ける要因になっているのでしょう。こうした心の交流を感じることで、 ダンス初心者もプロのダンサーも一緒に楽しめる場が生まれ、ファン同士の間にも新たなつながりが生まれるのです。さらに、このパフォーマンスが話題になった背景には、ダンスが持つ変化の力が関係しています。ケンゾさんのようなプロのダンサーが、若い世代や新たにダンスを始めた人々にインスピレーションを与える存在であることは言うまでもありませんが、彼のように SNS を通じて自らの活動を発信することで、 ダンスのののの文化化そのものが進化し続けているのです例えばこれまでダンスはステージやテレビといった限られた場でしか披露される機会がなかった時代から今ではインターネットを通じて誰もが気軽に自分のパフォーマンスをシェアし広く発信することが可能になりました。その中で賢蔵さんのような存在はダンスを広めるだけでなくダンスに込められたメッセージ性や愛を伝える役割を果たしています。 彼のパフォーマンスを見た多くの人々が、ダンスをもっと楽しみたい、自分も何かを表現したいと思うようになり、それが新たなダンスコミュニティの形成へとつながるのです。彼の SNS 活動を通じて、ダンスの魅力がさらに多くの人々に伝わり、新しいファン層が生まれていることは、まさに彼の影響力の大きさを物語っています。